明日の北日本は路面凍結に注意が必要です。足元には注意が必要でしょうか。そうですね、はい、今も積雪があるところ北日本方面もちろんありますが、はい、今夜から明日の朝にかけて東北でも、うん、雨、場所によっては雪が降りそうです、はい、今日の夕方から見ていきますと、今は北海道を中心に雪や雨、湿った雪も、雪が中心です。で、夕方から夜以降になると東北でも沿岸部ほど雨、そして内陸山沿いほど、湿った雪という形になりそうです、はい、北海道はね、夜遅くに回復したとしても東北は明日の朝にかけてもね、雪が降りやすい、まあ、そういった状況になってきそうです、はい、で、明日の日中の時間帯を見ますと北海道道北エリア中心にね、雪が予想されてますけども、まあ、東北地方、回復してくるという状況ですが、こういう時こそ、路面の状況をいろいろ注意していただきたいと思います、はい、ではその路面の様子を確認していきましょう。まず明日の朝ですが、はい、まあ、広く積雪しているところが多くなりそうです、そして日本海側の、まあ、一部新潟県などを含めまして、シャーベット状態に、うん、なるところも、ね、あるかと思います。やっぱりちょっと気温が上がってくるといった状況、はい、で朝でこの状態ですから昼間、日中の時間帯になると、シャーベット状態になるエリアが広がりそうです、はい、東北は、ね、もうかなり広い範囲で、うん、シャーベット状態、また北海道もシャーベット状態になるところがありそうです、はい、そして夜冷えますよね、うん、で夜冷えるとどうなるかというと、この凸凹凍結とありますが、そういったエリアが、東北などを中心に多くなってきそうです、こちら路面凍結予報はお天気アプリウェザーニュースからもご覧いただけます。